銀玉王とは、芸能パチンカー集団リーチボーイズとお店に雇われた用心棒とのプライドをかけた熱きパチンコバトル。それぞれの魂が銀玉に込められ、今戦いの火蓋が切って落とされる。どうもこんばんは、リーチボーイズのみひろです。よろしくお願いします。ですね、私リーチボーイズになってからなんと4連勝中ねえ、ね、本当誰が来ても負けないね。いや、これは用心棒が弱いのか、みひろが強すぎるのか、どっちなんでしょうね。強い用心棒をお願いしますよ。そうですね、今日はもうみひろさんより、みひろすいません、ひょろっとしてるけど、もうひょろっとしてるけど、みひろだよ、うん、みひろさんより引きの強い用心棒をお呼びいたしました。本当に今日は、はい、今日こそは、今日こそは、絶対、今日こそは、はい、それでは早速お呼びしてよろしいですか。いいよ。それではお願いします。南まりかさん、お願いします。はい、どうぞどうぞ。失礼します。引き強いよ。ゲゲゲ強い。どうも、南まりかです。お願いします。お願いします。お願いします。女子か。え、なんで女子ダメなんですか。女子ね、女子だとね、うん、ちょっと弱いところがある。本当に。え、でも4連勝中ですもんね。そうなの。でもね、私結構大丈夫大丈夫、自分にそう言い聞かせる大丈夫言い聞かせる勝てる勝てる。どうしよう。でもね、すごい引きが強いイメージしかないので、私の中でも、うん、ちょっと怖いです、はい。じゃあちょっと今回見せつけちゃいたいと思います。うわ、それではいいですか。はいはい、それでは銀玉スタート。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りいたします。喜びを、楽しさを、感謝を笑顔で伝えたい。 Be Amuse Customers パチンコ&スロットアミューズ。 OK! Good! Nice! Zebra Premier! Oh! Rainbow Premier! Wow! Kirin Premier! これ、ミア Exciting Premier!パチンコ&スロットアミューズ。おばあちゃん、おばあちゃん、またいないのか。おばあちゃん、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 もうどこ行ったん。ベーラチオー。今回戦いの舞台に選ばれたのはアミューズ八尾店。店内にはパチンコスロット合わせて960台を設置。大型駐車場も完備で、お車での来店も便利です。そしてアミューズ八尾店でビーチボーイズみひろさんが勝利すれば、番組よりご覧の商品と、銘菓上焼肉専門店べっぴん屋新菜菓子店1万円相当のコース料理ペアお食事券をまとめて1名様にプレゼントいたします。しかし残念ながらビーチボーイズが負けてしまった場合は、ご覧の商品のみ1名様にプレゼントとなります。さあ始まりました、リーチボーイズみひろさん対用心棒南まりかさんの戦い。実況は私山浜り、解説はボーダー中村さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして今週の対戦台は、先週に引き続きまして、 CR パチンコ必殺仕事人大川乱舞。そうですね、シリーズ初のバトルスペックなんですけど、やっぱり2000発の当たりがあるので、うん、やっぱその格言中にいかにそれを当たっていけるかというのが、そうですね、注目ですね。はい、楽しみです。それでは勝負スタート。よし、よし。前作よりはちょこっと当たりにくいですけど、そうですね、まあ、まあでもでもね、バトルタイプですから、本当にツボにはまったら、そうですね、すごい時はすごいですからね。1年始まった。でこの南まりかさんね、パチドルですからね。あ、そうなんですか、こちらの方、はい、結構有名な、
そう、でもそれ、みひろさんが今絶好調なんで4連勝なんで、ちょっと手強い敵かもしれませんね。当たった時にね、あたいの引きを見たかって言うんですよそうなんや、それが決まり文句なんですね、はい、それ聞きたい気もする。まあ、とりあえずね、合憲フラッシュがやっぱり一番大事なので、うん、ポイント分かってはりますね、ほんでやっぱ、いや涙流すね、そすね、まあ、議事2年なので、そうですね、もう大当たりの期待はあまりできないです。ここから外れ後の資格ボーナスというのがあるんですけれど、どうもブラックマヨネーズです。隣の台に漫才始まった、今回もありますからね、もっともっと頑張ろう。あ、チャンス中になれたよ、チャンス中、あーすごいすごいすごい、あれがお入りがたまらないか、肺炎になるとここが開くようになる。あ、じゃあここでたまるってこと。そう、詳しいみんなほんと好きで、周りもだから、きっかけは何なの。きっかけは前やってたパチンコ番組がきっかけなんですけど、すごい面白いからどん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 好きになっちゃって、どうしよう、やばい。さあ今度は桜メゾーンなので、はい、このランブラッシュという今図柄が出てますけど、はいはい、これに当たる可能性があります。はい、これでランマルまで行き着いて3回ヒットすれば大当たりです。確変なのでこれでね、行っちゃうことも結構ありますからね。まだあと1回頑張れ。あー、なかなかね、そうです。初回なので出玉はね、あんまり期待できないですけど、さあシップゾーン、さあこれも疑似3連まで行ってほしいですね。もしくは途中から激闘ゾーンという激アツゾーンに変わるかどうかですね。ああ、このパターンですね、めちゃくちゃ熱いです。今回特に熱いので、はい、まあ、でもやっぱり3までは本当は行ってほしいんですけど、あれ2度もここで来い、テレレーレー、素晴らしい。 G フェリッシュの銀玉リポート。皆さんこんばんは、 G フェリッシュの万代マリアです。そしてアミューズ富田林店の翔太です。高藤です。今日は G フェリッシュがアミューズ富田林店と応援来店にやってまいりました。店内の方盛り上がってますか。はい、それは見てのお楽しみです。それでは早速お店の方へって入ってみましょう。せーの、銀玉オー。アミューズ富田林店ではパチンコスロット全377台が好評稼働中です。店内かなり盛り上がっていて私も大興奮でした。それでは最後にお店の方から一言お願いします。アミューズ富田林店ではスタッフ一同笑顔でお客様のことをお待ちしておりますので、ぜひお越しください。それではまたお会いいたしましょう。バイバーイ。喜びを、楽しさを、感謝を笑顔で伝えたい。 Be a Muse Customersパチンコ&スロットアミューズ。 OK! Good! Nice! Zebra Premier! Oh! Rainbow Premier! Wow! Kirin Premier! プレミア Exciting Premier! I can't see what we're so wrong. Did I あなたの笑顔が見たいからパチンコ&スロットアミューズ。おばあちゃん、おばあちゃん、またいないのか。おばあちゃん、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 もうどこ行ったん。ベーラチオー。みひろさん
そうですね、激闘ゾーンからの冒険、もうね、当たるでしょうって思うんですけど、気になるのは僕、疑似に激闘ゾーン3まで行けよと結構ね、多いんです、これすごくこれで外してるパターン見てるので、あーだからモンド行ってほしかったんですけど、まあ、2番目には厚い位置なので、何個欲しかったですよね、ゼブラのね、いやその必要もないぐらい、あのだって4大圧演出の2つが来てますから、でもそう疑似にでしょ、それそこですね、ね、外れるとしたら、あ本当にね、これあるんですね、射撃を戻ったそうですね、もっと良かった、あの女の人だったからダメだったの、ちょっと弱かったの、あ、良かった、本当激闘ゾーンはかなり熱いですけどね、本当に3で欲しいんですね、だからで、その後に弱いリーチですけど、今回の台はこういうこういう弱いリーチからでも、あの四角ボーナスっていう、その通常の可能性が高いんですけど、ああそのチャンス行きましたね、これで四角ボーナスが止まれば結構、ああ本当に本当これあるんですね、でもこれがやっぱり、これね、まあでも格円の可能性はありますし、あの時短100回があるのでそれで引き戻すという感じですね、優しいんだ、まだこんなところで終わりに、318分の1で100回転のチャンス、うん、でも今あれなんて時短中なので、ここで当たんなかったらもしかしたらっていうこともあるから、ここが勝負です、ほら、ほら、まあでも本当確変の可能性もあるので、割に引き戻しますからね、本当にこれまた、これで、ね、さっきので来なくてこれで来るっていうのがこの台なんですね、ただし通常の可能性もなぜかというとね、図柄揃いの大当たりが、こういう大当たりがある分、あとアランブラッシュもあるので、図柄揃いが本当にあの500分の1近くの確率なんですよ、ああそうなんですか、だからマックス級なんで図柄揃いに関してですよ、だからあの実写 SP もなかなかいかなかったりするんです、ああ実写みたいに、やったー、これでジャンプ到来です、でもそんな格変だったらいいですけどね、まあ格変であることより時短で引き戻すことの方がまあ多いですよね、さあ割れれば仕事人リーチ、ああいいですよ、あの時短中の仕事人リーチ結構熱いので、左のメーターがマックスまで来ても大当たりです、あとちょっとなんですよね、そうですね、微妙、結構ね、必殺メーターマックスになったりするので、いや、格変な気がするっていうことでしょ、そういうことか、びっくりした、はい、台の調子が的なことなのかと思った、いや、まあでも基本オカルト派だったと思いますよね、そうなん、さあ、これも真ん中出陣図柄が止まれば新しい出陣、また仕事人リーチいきます、これ新しい出陣、ね、抜けちゃう、新年明けましておめでとうございます、リーチェンジェルのエリカです、2013年初の出演ということで、今年の抱負を述べたいと思います、ズバリ今年は変化の年にしたいです、今まで諦めてできなかったことや新しいことにもどんどん挑戦していきます、
こんな私ですが、今年もよろしくお願いいたします。アミューズ洋店の太田愛子です。私は主にカウンターで働いているんですが、お客様と話すときは笑顔に気をつけて話します。ホールでアナウンスを入れるときにも気をつけていることがあります。それはお客様に聞こえやすいようにしっかりとした声でアナウンスしています。アミューズ洋店に遊びに来られたときは気軽に声をかけてください。初回に 30% をね、2人とも引いてしまうなんて、まあ、ある悲しいですね。あるけど、でも70あるんだから。まあとりあえずまあこの台ならね、もう1回ぐらいは初当たり引ける可能性はあるので、引いた方が勝ちみたいな感じかな。あ、赤、あ、捕まった。これでももう一回継続してほしいですよね。そうですね。あ、もう頼み、もう涙を流してくれ。お冬ではでも弱いんですよね。ああ、ダメだ。はい、これだともう図柄揃いはまあないですね。一応これで成功すれば、普通に発展していくより、うん、SP リーチは熱くなるんですけど、真ん中に7が止まれば。予告がね、これでは厳しい。あ、これは熱い。これまあまあ熱いです。5回に1回ぐらいは。うん。あ、そうなん。はい。成功しますけど、まあ5回に1回なんで。はぁ。何事もなかったように終わっちゃったんだけど。悲しいよ。いやいやいや。もう、まだ、実際スピードは1回しかないですよ ね、 そうですね。本当にね、なかなか発展しないので、いい、発展した時はじゃあ期待できるかって言ったら、やっぱりマサとリュウはいまいちなので。あ、そうなの。そこは一緒なの。いや、でもまあ、リュウのカットインとかでね、マサ&リュウになれば、熱いので、またこれからなんか行っちゃうってことでしょ。これはこんなの見せちゃって本当に多いですね、四角部。あー、でも当たんないんだ。今ドキッとした。やばいって起きました。なんだこそと思ったの。そうですよね、今ね。あー、よかった。まあね、四角ボーナス部、通常あたりといえども、その 30% ですから、割合的に言ったら1000回転に1回なので、まあね、もう次は当てちゃダメですよね、四角ボーナスは。いらないよ。あ、これは演舞いきますね。ピンクチャンス名からは演舞いきます。熱そうに見えますが、まだぎじってないので。これも先ほどの湿布と同じく、はい、7がこうやって止まって、あー、また激闘いきましたね。左上のかける2というのが3まで行ってほしいですね。本当にそうです。さっき2で外れましたし、まあ、あ、でもお春なのでこれはチャンスですね。2でも全然。本当泣いてくれれば、あとは、あ、泣き見たないけど、うわー、ないよ。うーん、ちぐはぐですね。お春合計、お春涙合計ならばもう。さあ、これは、うーん、何のSP か狙いはいいね。これは突き抜ければ、はい、実写 SP。 あー、来た、モンド来ました。もうこれならば、うん、期待しちゃうよ。うん、マジめっちゃ超熱いです。注目の信頼コーナー、今週も CR コメコメクラブ大収穫祭をご紹介します。例えば君がいるだけです。必勝本のさやかです。今週は強く熱くなれる演出をご紹介します。
まず何といってもフェイスオブジェームス、中央の役もの完成で大チャンスです。次にカットイン予告の We are コメコメクラブ予告、期待度はなんと 70% オーバー、とにかく激アツです。他にも先読みの何ですかこれはゾーン、ピンクヒョウ柄などに注目ですよ。リーチでは君がいるだけでライブリーチが激アツです。ということで今週はここまで、来週もまた見てね、バイバーイ。それではここで協賛3店舗からのインフォメーション。ベラジオ西九条店は JR 阪神西九条駅を降りてすぐ、パチンコ211台、スロット103台設置、皆様のお越しをお待ちしております。アミューズ水田岸辺店、パチンコ560台、スロット160台、合計720台、せーの、笑顔の元気でお待ちしてます。プレミアスロットラボ枚方市駅前店は枚方市駅東口歩いてすぐ、高級感あふれる店内でお客様の一台を見つけてください。プレミアスロットラボ枚方市駅前店をよろしくお願いします。アミューズエア店はパチンコ720台、スロット240台、創設台数960台の幅広い店内で、せーの、サーフ一同元気でお待ちしております。ニーズに応え続けます。トータルベネフィット。すいませんでした。なんで遅れたんや。はい、ジャンボリを見ていまして、最新の基地情報や有料ホール情報、さらに面白い漫画まで、楽しくて。もういい。で、いつ発売？パチンコパチスロホール情報誌ジャンバリ、毎月最終月曜日発売。薄毛に朗報、あっという間メイク感覚増毛剤、マジックパウダーだけの 2way ノズルでピンポイントや広範囲も思いのまま、5つのカラーで新登場、詳しくはウェブで。ニーズに応え続けます。トータルベネフィット。ついに出ましたね、問答。もう本当にやっぱりこのリーチは、ね、格段なので、合計フラッシュなかったんですけど、まあ激闘ゾーンからなので、これは本当に当たってほしいですね。ゾロ色に入れるのか、ギズ2連でしたね、ギズっていうか、まあ、うん、なんですけど、まあ、激闘行ったこと自体もまあ熱いので、これは来てくださいね。あ、揺れてますね。これあるんですね、結構多いです。あー、よかった、サプライズボタンが。初回はあの8ラウンドが多いんで、まあ、ただあの 6% は16ラウンドがあるんですけど、強いですね、うん。ああ、まあ、昇格はなかったようで、まあ、でもね、格煙ですから。こっから本当にあの16ラウンドが続いてほしいですね、はい、45% が16になるので、さあもうモンドが残ってほしい。あ、でもね、うん、あの仕事人が残ってればもうこれはもう左行くでしょうね、はい、で仕事人の位置です。もう仕事に位置行くと終了の心配がないので、そういう安心してみますね。マックスには行ってないけど、
いや、これは来ますね、はい。この時点では8ラウンドなんですけど、ラウンド中に16人上がることが非常に多いので、これはちょっと怖いパターンです。マサの方が出てくれれば、あーやばいですね。まあただ平均して5、6回に1回しか外れないので回避が多いんですけど、今回は終わっちゃったと。まだこの連打で復活する場合があるので、早いかな。笑われてる。終わっちゃった。まだこんなところで終わりに。ここから時間ですよ。まだ続くのかな。まあ時間なので聞くしかない。そうですね。早い。早かった。早いよ。当たるのも早かったけど、終わるのも早かった。残念、ここでタイムアップ。今回はみひろさんの勝利で決着です。ボダさん、どうもありがとうございました。長い戦いだったね、とっても。でもやっぱ最後はね、さすが強い引きを持っているだけあって素晴らしいです。ありがとうございます。ありがとうございます。良かったです。はぁ、見せてくれたもん。成績はご覧の通り、みひろさん5連勝。勢いはまだまだ止まりません。今回はビーチボーイズみひろさんが勝利しましたので、番組より銘菓上焼肉専門店べっぴん屋小さい和紙店1万円相当のコース料理ペアお食事券と、ご覧の商品をまとめて1名様にプレゼントいたします。商品名を明記の上どしどしご応募ください。そして G フェリッシュがアミューズ八尾店で1月11日コーナー収録を行います。アミューズ洋店に遊びに来てくださいね。やったやったやった。いやもうでもね、こればっかりはもうしょうがない。5連勝ですね。そうだね。ね、いやどこまでいっちゃうのかな、連勝。うーわ悔しい。ね、ガッシャンになっちゃったよね。ね、スパークしてましたからね。わ、うん、ーってバーンバーンってなっとーってだからバーンって終わっちゃった。いや早かった早かった。あのね、そのラッシュの後の当たりも早かったんだけど、その後抜けるのも早かった。あれね、だいたい4分の1ぐらいしか終わんないんだよ。それはね、まさかそう、引くところも引き強いなと思って。なるほど、いろんな意味でねと思いました。いやでもちょっと悔しかったな私ね。いや今回も用心棒弱かったね。そんなことないよ。いやたまたまだよ、たまたまね。もう東京帰ったら、ちょっと待ってよ、本当に、ね、うん、やだ、そうだよ、気にしないでください。ちょっと今度もうちょっとあの修行してから来てね。修行はい、さよなら。もっと強い用心棒をお願いします。はい、今度はもっと強い用心棒を用意してお待ちします。わかりました。次回はリーチボーイズ西川のりお師匠の登場です。お楽しみに。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りいたしました。